はい、皆さんこんにちは、Aトラベルです。今回もですね、東京湾岸道路を攻めていこうかと思います。運んでいくものはですね、こちらの、満車のバスですね。多分新車だと思います。まあ、重量の方はですね、15トンですね。はい、それでですね、なんかもうお客さんがもう急いでるということで、いきなり煽りの音楽が鳴ってますけど、早速じゃあやっていきたいと思います。実際の交通規制や道幅に注意して走行してください。距離の方は、34キロなんで、まあまあすぐそこなんですけどね。はい、じゃあやっていきましょう。サイドブレーキ外して、これ出口どこかな。左でいいかな。よし、じゃあやっていきます。これ右折できないですよね。一回左に行くしかないのか。右方向です。適切なルートが見つかりませんので、元のルートを表示します。どこで回ればいい。あ、これ回ればいいか。お客さんが待ってるので行きます。左にレーン移動が必要です。その先左方向です。私はこれ2回目なんで分かってますよ。これお台場ですよね。真ん中の上の方に見えてるのがフジテレビですよね。もう分かってますからね。はい、青行きます。その先に
て湾岸道に入るんですね。その先左方向です。出ますよ。でこれが真正面に見えているのがフジテレビですよね。左にレーン移動が必要です。何今の。え、なんか どういうこと動くのこれ。逆か。反対車線の車両が左から右に行ってるということは、この車は左に行かなければいけない。ああ、どういうことこれ。ああ新幹線や。完全にバグっていますね。適切なルートが見つかりませんので、元のルートを表示します。左側が、JR の大井車両基地になるんですかね。いっぱい新幹線が止まってますね。ということは大井競馬場も間もなくということですかね。羽田が見えてくるんですかね。お、飛んでる飛行機。これを抜けると羽田が出てきます。右側が第一ターミナル、左、おーっと穴が取ってる、左が第二ターミナルですかね。ちなみに私はいつも第二ターミナルです。
外国でおります。前に見えてる橋がベイブリッジですね。もう間違えませんからね。左にレインが必要です。その先、左方向出口です。これ左とか言ってますけど、左方向出口、右ですからね。もう騙されませんよ。右にレインボーが必要です。右方向です。右方向です。左です。左方向です。え、どういう、左方向です。危ないよ。何やのよ、路中。右方向です。やめてくださいよ、もう。右方向です。はい、お右曲がっていきます。あー、ごめんなさい。まもなく右方向です。これですね。これで到着ですね。目的地周辺です。後で切り離すので、この角度で止めちゃいます。はい、ライトも消す。で、エンジンも切っちゃいます。はい、じゃあ外行きます。
あえず、うん、ヘッド以外は枠に収まってるんでよしとしましょう、うん、ですね。はい、というわけで、今回はですね、東京から横浜の方にですね、こちらの満車のバスですね、多分新車やと思うんですけど、こちらの方を運んできました。まあ重量は15トンですね。で、距離の方は34キロでした。まああっという間でしたね。はい、ということで今回は、東京湾岸モッドの方をやっていきました。ということで、よろしければですね、皆さんまたチャンネル登録、高評価の方ですね、いただけると大変嬉しいのでよろしくお願いいたします。それではご視聴の方ありがとうございました。ぜひですね、また遊びに来てください。どうもありがとうございました。